それじゃあ。何度か遊びに来たことはあるけど、錬金術師として見るとまた違う景色に見えるな。まずはここからが始まりだよね。よーし、やるぞやつらだな。遅い奴らだな。
遅い奴らだな。くらえ。余裕だったな。ございますので至急執務室までお越しください。何の用かな。最近怒られるようなことしてないよね。とにかく行ってみるしかないか。ハトさんありがとね。帰ったら行くってルーフェスに伝えといてね。グルップン。遅い奴らだな。当たってください。くらえ。余裕だったな。成果が出たみたいだな。一気にやっつけちゃおう。当たってください。
ケットすんな。行きますよ。終わったか。それじゃあ、こんにちは。ありがとう。また来てね。これは姫様、来ていただけましたか。実は開拓事業についてご報告したいことがございまして。何かあったの？ハトさん飛んできたから急ぎのようなのかなって思ったんだけど。姫様の順調な開拓事業の進行を受け、アーブスの国としての規模が拡大いたしました。え、本当？それってちゃんと開拓の結果が出てるってことだよね。すごいじゃない。今後も発展の際には随時私がお知らせいたしますが、新たな開拓計画の話もありますので、必ず執務室までお越しください。分かったよ。よし、これからも頑張ってアールズを大きくしていくよ。
それじゃあ早速だけど、次にやることって何かあったりする？アールズ王国の開拓事業を進めるにあたり、最優先で行うべき案件があります。それが何かお分かりですか？娯楽施設の建設？どのような思考をすればそんな答えにたどり着けるのですか？そんな無表情で返されても、あんな冗談なのに。多くの入植者を迎えるにあたり、より多くの食料が必要になりますが、我が国にはその供給源が不足しております。そこで姫様には新たな食料供給源となる農場を整備していただきたい。言われてみれば確かに畑の数が少ないかもしれないね。まあ今はそれで十分なんだろうけど。さようでございます。現在アールズ王国の食料自給率は頭打ち。このままでは人口増加は望めない状態です。そこで農場を作る計画を立案させていただきました。こちらがその計画書になります。森を開いて農場を作るか、なんだか本格的な計画だね。この事業が成功するかどうかに今後のアールズ王国の行方がかかっていると言えるでしょう。責任重大ってわけだね。頑張るよ。ハンデルの森か。アールズから結構遠い場所にあるみたいだね。これは初めての本格的な冒険になりそう。しっかり準備していかないと。薬や爆弾とかたくさん用意していった方がいいよね。アトリエに帰って持っていく道具の計画を立てようっと。少し素材が足りないかな。でも今から探しに行くのも大変だし、どうしよう。あれ、誰か来たみた。いやあ、参った参った。森で狼に囲まれちゃってさ。まったく、こんなか弱い女の子を寄ってたかって狙うなんて、最近の狼は礼儀を知らないね。ま、適当にあしらって帰ってきたけど。ああ、疲れた。お水もらえるかしら。フアナさん、しばらく見ないうちにまた一段と可愛くなったわね。そんなことないよ。フアナさんは相変わらず頑張ってるみたいだね。いや、そんなことないわよ。歳も取ったし、冒険から帰ったばっかりでお肩も荒れちゃってるし。でもちょっと白状じゃない？メルちゃんがお城を出て錬金術師やってるなんて私知らなかったわよ。だってここしばらくずっと織物探しで旅に出てて、町に帰ってきてなかったじゃない。いや、そういえばそうだった。フアナさんうっかりしてたよ。あ、そうだ、これお土産なんだけど。遠慮しないで使っちゃって。どうせ元手はタダだしね。じゃあ私そろそろ帰るわね。他の人たちにも挨拶しなきゃだし。あ、そうだ、忘れてた。そんなわけで
今日からお店再開するからまたごひいきに。フアナさん、売り物探しから戻ってきたんだ。相変わらず一人で賑やかだったな。錬金術の材料になりそうなものもあるかもしれないし、後で行ってみようかな。として、アーランドから武器屋を誘致いたしましたのでお知らせいたします。つきましては、アーランドからやってきた武器屋さんか。ちょっと行ってみようっと。説明は以上です。ハゲルさん、何かご質問などありますか？いや、特にねえな。火力不足ってのが不満ちゃ不満だが、ま、なんとかなるだろう。何かあれば執務室の方へおいでください。それでは失礼します。長旅も楽じゃねえな。肩がバキバキなってるぜ。それじゃあ俺はこれで。おう、兄ちゃん、ペーターつったけか。送ってくれてありがとな。気ぃつけて帰れよ。さてと、すぐアーランドに戻るのももったいないし、ちょっと観光でもしていくか。よし、そんじゃま、張り切って回転といくか。いらっしゃい。うわ、びっくりした。ちぃ、なんだ。おいおい、ジロジロ見るなよ。照れるじゃねえか。ごめんなさい。ここ武器屋さんですね。そうよ、俺はここで武器屋をやらせてもらうハゲルってもんだ。よろしくな。ハゲル。はいはい、発音が微妙に違うぜ。いいか、ハゲルだ。ハゲルさんですか。なんというか、その名前よく似合ってますよ。はいはい、名前が似合ってるとはどういう意味だよ。言いたいことがあるならはっきりと。おっと、その格好にお約束の杖、どこかで見たような覚えがあるぜ。ジョーちゃん、ひょっとして錬金術師か。あ、はい、メルルって言います。やっぱりあんたが噂の姫ジョーちゃんか。この店を作ってくれたんだってな。話には聞いてるぜ。ありがとな。
私はただ申請しただけで。姫女王ちゃん、詳しいことはさっきルーなんつったかな、あのしかめっ面した羊の名前。しかめっ面の羊、ルーフェスのことかな、やっぱり。あ、そうそう、そのルーボーだ。そいつから話は聞いてるぜ。なんでも姫ジョーちゃんはあのジョーちゃんの弟子って言うじゃないか。あのジョーちゃんってどのジョーちゃんのことでしょう。トトリ先生のことですか。そう、そのジョーちゃんだ。そのジョーちゃんもあのジョーちゃんの弟子とくりゃ俺たちは縁もあるってことよ。ああ、もう何が何やら、ハゲルさん何言ってるか全然わかんない。とにかくよろしくってこった。姫ジョーちゃんはこの国を豊かにしようってんだろ。俺も一肌脱ぐからよ。とすると例の仕事も必要になるな。だがな、あれをやるには火力がな。話が見えてこないのですが、例の仕事って。え、まあ今言っちまってもいいんだが、お楽しみは後の方がいいってな。今からすぐにってのは無理だが、姫嬢ちゃんがあっと驚くやつを見せてやるから、期待して待っててくんな。わかりました。何のことか全然さっぱりですけど、とにかく楽しみにしておきます。何を作ろうかな。ふふーん、簡単簡単。どれを使おう。お、よし始めるよ。できた。どの特性をつけよう。何を作ろうかな。ふふーん、簡単簡単。どれを使おう。何を作ろうかな。
くくん、簡単簡単。どれを使おう。これ、よし、はじめ。どの特性をつけよう。何を作ろうかな。多分大丈夫かな。何を作ろうかな。あ、ここはね、こうなってこう。あー、なるほど。ふむふむ。お店の様子を見に来たよ。おお、メルちゃん。あ、いやいやいや、今もうちゃんとメルル姫って呼ばないとダメかな。なんたって今や開拓事業の中心人物だって言うんだから、私もびっくりだよ。やめてよ、私は私だよ。何にも変わってないんだから、いつも通りにしてほしいな。冗談だよ、メルちゃん。あ、でもびっくりしたっていうのは本当だよ。この町も活気が出てきたしね。どっちかっていうとそっちの方にびっくり。ちょっと前のアールズからは考えられないじゃない。そうだね。でもこれからもっともっと賑やかになっていくんだから。期待してるからね。開拓が本格的になってからうちのお店もお客さん増えてるし。そうだね。今のうちにいっぱいお得意様を作っておけば、未来のフアナさんは大商人かも。その時メルちゃんは私のお友達でありながらアールズ王国の女王様ってわけですな。共に開拓の苦労を分かち合った若き女王と御用商人。こりゃあれだね、メルちゃんから例のセリフが聞けるわけだね。フアナ、そっちも悪いよの。女王様こそ、これはほんのお礼の品、名産の黄金まんじゅうでございます。もうどうしてそこで二人とも悪い人になっちゃうの。ちょっとちょっと、そこは乗っかっていこうよ。メルちゃんノリが悪いんだから。相変わらずだな、フアナさんは。分かってると思うけど、本当に悪いことしちゃダメだからね。だから冗談だってば。いいものを安く、いつもニコニコ明朗会計、それが私の信条なんだから。それでこそフアナさんだよ。だいたい悪いことしてお金儲けしたら、私なんかよりもルーフェスが。確かにそれはおっかないわ。そうね、これは今のうちからしっかりとつけ届けよう。フアナさん、本当に大丈夫なんだろうか。いらっしゃい。いらっしゃ。これでいいの？はい。それじゃ。こんに。これ。どうもありがとう。
作ろうかな。多分大丈夫かな。どれを使おう、どれを使おう。おっと、見たことない子。よし、はじめにできた。レベルアップ。何を作ろうかな。あ、ここはね、こうなって。お、あー、なるほど。お掃除始めましょう。掃除の基本は上から下へ。はったきをかけて、雑巾かけて、水拭きから拭き、端から端まで、ほこり一つも見逃しません。月の光も星の瞬きも、朝の暖かな日差しも、窓は全部運んでくれるから。お掃除の歌だ。ケレナが歌ってるの久しぶりに聞いたかも。メール、いつからそこに。ケレナが歌い始めた時から。いつ聞いてもケレナの歌はいいよね。恥ずかしい。お掃除しているとつい無意識に歌っちゃうんですよね。いいじゃない、声も綺麗だし詩も素敵だもの。歌手になれるくらいだよ。そんなとんでもない。人前で歌うなんて考えただけで顔が真っ赤になってしまいます。それに即興で歌ってるだけですから、人様に聞かせるほどのものでは。でももったいないな。本当にいい声してるんだもの。私はこうしてお城のお掃除をしている方がいいです。お掃除大好きですから。散らかす人がいなくなったから少し寂しくなっちゃいましたけどね。そう言われると急に申し訳ない気持ちが。今までごめんなさい。錬金術師のお仕事も大変でしょうけど、たまにはお城に帰ってきてくださいね。デジエ様もルーフェスさんも、それに他の皆さんも喜びますから。それ何何、最後の方よく聞こえなかったけど。なんだっていいじゃないですか。ほら、せっかく来たんですし、デジエ様に挨拶していかれてはいかがですか。そうだね、たまにはお父様の顔でも見ていこうかな。それじゃちょっと行ってくるね。ちょっと廊下は走らないでください。やっぱりメルルがいるとお城も明るくなる気がしますね。これは姫様、これは姫様。新しい開拓の報告があるようですね。なるほど、確認いたしました。内容をまとめますのでそのままお待ちください。姫様、先ほど拝見しました内容をまとめておきました。今後の活動にお役立てください。了解いたしました。
ではまた何かありましたら声をかけてください。いつでも。